こんにちは。こんにちは。フリーステッチの山本です。本日はフリーステッチで企画、開催しているミートアップイベントで、一緒にイベントを事前に、告知などで盛り上げていただいているアンバサダーさんにインタビューをさせていただきたいと思います。芝フェスティバル2024のアンバサダーを務めていただいた銀ちゃんご家族です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ先ほどもう本当に先ほど、はい、イベントが終了しましたが、はい、どうでしたか？お疲れ様でした。最高でした。本当に楽しかったです。もうありがとうございます。結構いろんなコンテンツとか、はい、友達会えたりとかしましたか？はい、もうみっちりコンテンツも予約しながら。一日も通して、はい。ありがとうございます。で今回そのアンバサダーさんをイベントのもう1年前ぐらいから応募いただいてっていう感じでやっていただいたと思うんですけど、はい、アンバサダーさんになろうと思ったきっかけをお伺いしてもいいですか？はい、はい、ですね、前期の、去年のアンバサダーさんを務めてくださった方に憧れてぜひやってみたいなと思って応募させていただいたのが始まりでした。ありがとうございます。ちなみにそのお友達何ちゃんですか？こまちゃん。こまちゃん、はい、もうイベント前からお友達だったんですか？いえ、イベントで声をかけさせていただいてお友達になりました。なるほど、はい、その憧れてたっていうのがなんかこうどういったポイントがすごいいいなと思ったとかってあります？もうアンバサダーをその務めている姿がもう本当にかっこよくて、うん、いやあんなかっこいいことしたいなっていうのが一番でした。そう、こまちゃんすごい頑張ってくれて、はい、2年連続で務めていただいて、はい、でも同じぐらいすごい頑張っていただいて、ありがとうございます。よかったね、銀ちゃん。じゃあ実際にお友達に憧れてアンバサダーさんを、はい、務めていただいたと思うんですけど、はい、始める前に不安だったこととかはありますか？はい、正直僕たちフォロワーさんもそんなに多くないインフルエンサーさんとかでもなかったので、うん、本当にアンバサダーさんになれるのかなっていうのは一番不安でしたね。なるほど。実際に勤めていただいた後にも、はい、なんかこうちょっとこの辺わかんないなとか不安だなとかはありましたか？いえ、むしろほとんど全て細かくこうご指示いただけましたし、うん、分かりやすいお話だったので何も迷うことも不安もなく勤められました。ありがとうございます。そう言っていただけるとこちらも何も心配なかったです。ありがとうございます。じゃあ、実際にこうアンバサダーさんを務めていただいて今日も一日を通して楽しんでいただいたかと思うんですけど、はい、銀ちゃんご家族の芝フェスティバルの楽しみ方、はい、おすすめの楽しみ方、はい、参加したことない人とかが、はい、多分いっぱいコンテンツはあるけど、うん、どうこう参加するのがいいのかなって思われる方もいると思うんですけど、はい、おすすめの楽しみ方を教えていただいていいですか？おすすめに大きく2つありまして、はい、まずはそのゲーム大会とかのコンテンツが、うんうんうん、できることを競うというよりかはこう楽しむっていうことにこうチーム戦だったりとか重きを置いたものなので、本当にこうなんか楽しく心からなんかこう勝つ負けるじゃなく楽しめたのが最高です。ありがとうございます。そして2つ目はですね、やっぱり芝仲間ができるっていうところは本当に大きくてですね、特に芝ちゃんって結構神経質だったりこうガウガウしちゃったりするんですけど、他犬種さんだとこう結構っていうのもあるんですけど、こう同じ芝ちゃん同士だと芝だもんねでこうなんとかこう丸くなるというか、それがやっぱり芝友さんができる一番の喜びかなと思います。実際にやっぱこう芝ちゃんだからこうあーっていう経験もされたことあるんですか？いっぱいあります。特にドッグランとかが多いですかね。なんか悪気なくちょっと興奮しちゃって吠えちゃったりとか、はい、多分遊びたくても声が出ちゃったりとかする場合もあると思うんですけど、はい、やっぱそういう時も芝仲間だったら理解が全然なんかもうお話ししてるのねぐらいでも済むというか、確かにその性格が似てるっていうので、はい、お友達が作りやすいとかはやっぱありますかね？すごく大きいと思います。 ありがとうございます。ではちょっと最後のご質問になるんですけれども、はいはい、まあ、今ちょっとアンバサダーさんなりたいな悩んでるなっていう方に向けて、はいはい、何かこうお言葉というかをいただいてもいいですか？はい、ぜひなんかこう本当にフォロワーさんがたくさんいるとかじゃなく、うん、本当にイベントがこのイベントに参加して楽しかった方とかは、うんうん、ぜひこの運営者さん側といいますか、うんうん、ちょっとおこがましいですけど、いやいやいや、そういう目線でこう楽しんでいただくと、うんうん、また違った楽しみ方ができると思うので、ぜひ勇気を持ってご応募いただけると楽しいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。もう本当に実際に今日もいろんなお手伝いしていただいたと思うんですけど、
あれスタッフかなってぐらいもう皆さんすごい知ってていつ教えたっけぐらいな感じだったので、もう本当にもう大助かりで、いやとんでもない、すっごい楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。では、インタビューは以上になりますので、はいはい、銀ちゃんの可愛い日常は SNS でたくさん発信されていると思うので、はい、アンバサダーさんの紹介ページからご確認いただければと思います。はい、あとフリーステッチで企画しているイベントのアンバサダーさんに応募したいなという方は概要欄に URL を載せておりますので、そちらからお気軽にご応募いただければと思います。はい、それではイベントは本日で終了とはなりましたが、今後も、はい、もしよろしければ一緒にイベント盛り上げていただければと、はい、ぜひよろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。またねー。みーちゃん。